げえニュースがあるんだぜ。来てよ、おい。違う、新作です。聞いて驚け。中東部の演劇祭に有名人がゲストで審査員やるらしいぞ。有名人ってもそこら辺のやつじゃないぞ。なんと国際的スターだ。国際的美少女チャイドルだ。その名もクリスティーナ・ゴラム。その驚き方だとクリスティーナって知ってるのか。俺は来てくださいませ。お食事の用意もできております。お出かけの支度も簡単にですが済ませてありますの。今日は少し窓を開けましょうか。降らないと思うのですが、どうかなされましたか？時々こうして換気もしませんと。それとお部屋にお日様の光を当てないとカビてしまうかもしれません。ゴンちゃんをいじめるな。そうよそうよ。ひどい、差別よ。謝れよ。
天野玉子だって？そう言われてみればそんな気も。そうでもない。今日は図書室にも行けなかったしな。満員御礼だった。ここから図書室見えないか。おそらくは映画部か何かの撮影だろう。日陰になる。読みづらい。何のことだ。それは内緒だ。お、いや、偶然に通りかかってな。もちろん用などない。だが通りかかったので言っておく。今日、葉月さんの主催で打ち上げパーティーが開かれ、本来、身内だけのパーティーだが、わしが特別に貴様を招待してやる。直ちに参加するように。時間がないので直ちに出頭せい。
珍しいな、佐藤がこんなところに来るなんて。いや、奴が来たいというもんで。よく来たな。この人、ほら、いつも葉月様の後くっついてるおまけ。わー、いたいた。ごめん、せっかく来てくれたのに。詫びなくても大丈夫だ、十分飲食していた。今日から夏休みだし、演舞大会ももうすぐだし、やるなら今のうちだと思ってね。8月8日、来週からは本格的に書き練習するんだ。葉月はそういったこと気にしないから大丈夫だ。ぜひ大会を見に来なよ。日頃の練習の成果を見せるからさ。わかりましたわ。おはよう。計画の底が浅いな。あやめ、おはよう。おはようございます、みゆきさん、はずきさん。あやめ、私について相談があるのだが。まあ、借金したのですか？いや、金じゃない、恩だな。で、恩返しにあやめの力が欲しいのだが、どうだろう。私ができることがありましたら何でもいたしますわ。あやめさんってつくづく女性の鏡だよな。
私の恩はあやめに返す。お役に立てるなんて私嬉しいですわ。恩返しぜひ私にさせてくださいませ。すごいな、現代女性には言えないセリフだな。嫌だ。そうですわね、リオさんの初舞台ですもの、応援は多い方が。どうか私の分も応援して差し上げてください。あやめさんが応援してるってリオに伝えるね。ありがとうございます、葉月さん。行ってらっしゃいませ。ずいぶん人が多いな。誰だそれ。じゃあリオも気合が入るはずだ。開幕前にリオに挨拶できるかな。じゃあリオを励ましに行こうか。別に不機嫌ではないぞ。悪くないよ、みゆきは根に持たない性格だしね。多分トイレです。はっ、葉月さん、みゆきさんまで。頑張れよ、リオ。ありがとうございます、頑張ります。あやめさんも応援してますって。クリスティーヌがカボチャとは思えないよ。昔を思えばすごい成長。なんかじじくさい。私やってみる。ちゃんと見せてね。
ごい美少年だな。歌うまいね。お兄ちゃんだね。面白かったね。ねえみゆき。よくはわからんが、そうかもしれない。やったね、すごくよかったよ、リオ。来てたんだ。今日は都合が悪いとか言ってなかったっけ？友達と一緒に来ようと思ってたんだけど、急に予定が変わっちゃって。そっか、なら電話してくれればよかったのに。はい、すみません。ちゃんと自主練のメニュー、こなしてる？先輩、くすぐったいですよ。あ、そうそう。週末にお祭りがあるよね。あやめさんを連れて行きましょうよ。それじゃ決まりね。予定はまた後日連絡ってことでいい？はやめさんにもよろしく伝えておいて。それじゃ失礼します、はつき先輩。じゃあね。可愛かったね。お兄ちゃん心配だろ。すぐに男の子にモテモテになるよ。あ、今でもそうかな。彼氏なんかできたら大変だ。またまた無理しちゃって。妹が心配なのは私も同じだから、気持ちはわかるんだ。私は心配される理由を理解できないんだ。何言ってんの、心配させるとこばっかりだよ。みゆきはほっとくとご飯は食べないし、ちゃんと寝ないし、朝は起きないし、彼氏は作らないし。最後のは何だ。先ほどの意見論心は逆ではないか、ハズキ。姉としてはね、彼氏を作っても心配、作らなくても心配なもんなんだよな。
私の心配する前に自分で作るべきではないのか。彼氏とやらは姉なんだから。だって双子だから順番はあんまり。さっきから理論が矛盾しているぞ、葉月。したいことしてるんだけどな。